ようこそ、今日のチャコさんへ。今回は、世界一小さなカエルを紹介します。その小ささは、1センチにも満たないほどです。これまで確認された脊椎動物の中でも、最小を誇ります。そんな極小カエルさんは、どんなカエルなのでしょうか。ぜひご覧ください。世界一小さなカエル。名前は、アマウコビトガエル。ヒメアマガエル科で、パプアニューギニアの南東部、熱帯雨林の湿った森の中で暮らしています。体長は7から8ミリで、極めて小さなカエルです。体に対して足が長く、体長の30倍もの距離を飛ぶことができます。体は小さいですが、力強いカエルです。体色は暗褐色で、赤色や青白っぽい色をした様々な形の斑紋が星のように広がります。アマウコビトガエルは2010年にパプアニューギニアの生物多様性に関する調査の中で発見されました。日中は落ち葉の中に隠れ、夜間に活動し、オスは夜明けと夕暮れに鳴きます。その声は甲高く、虫が羽をこすり合わせて奏でる音に似ています。1分から2分間ほど鳴き続けるそうです。詳しい生態は明らかになっていませんが、卵から子ガエルが生まれると考えられています。コビトガエル属には6種が知られていますが、どの種もかなり小さいです。進化の過程で小型化した両生類にはよく見られる特徴があり、四肢の第一肢は基部のみが残り、他の指も骨の数が少ないです。コビトガエル属の他にも1センチ前後の小型のカエルは見つかっており、彼らは大型の捕食者に見過ごされるようなダニなどの小さな無脊椎動物を食べるために小型化した可能性が高いと考えられています。小さなカエルたちは他のどの生き物も占めていない生態的地位を確保するために適応していると言われています。自然界にはまだまだ確認されていない小さなカエルがいると言われているので、今後の発見にも注目です。ご視聴ありがとうございました。